はい、皆さんこんにちは、スサニです。今回はこちらのコレクションですね、カイリーの新しいコレクションのレビューとチュートリアルになります。では始めましょう。はい、ということで、今回のレビューを始めたいと思います。このメイクの他にも、2パターンのメイクをしています。なので、結構ね、こう使い込みました、このアイシャドウパレットに関しては。で、今日のルックに関しては、こちらのブロンザハイライト、そして、チークですね、買ったので、こちらのレビューもしていこうと思います。で、こっちは第一印象とかもお話しすることになります。あとね、リップライナーとリキッドリップスティックのセットも買いました。あともう一つ買ったのが、リップスティックも買ったので、これもこの後に出てくるルック使っています。今回ですね、私カイリー自分で買うの多分2回目になります。過去に買ったのはキムさんとの、コラボで出したグロスを買ったことはあります。リップとかは持ってるんですけど、もうほんとリップとそのグロスしか持ってません。今まで出てきたその商品たちは使ったことはありません。なので今回初めてになります。カイリーの、が届くまでは多分10日間ぐらいかかったんじゃないかなと思います。うん、それくらいかな、1週間ぐらいかぐらいかかったと思います。で、梱包はすっごくすごいね、丁寧で一個一個こういう袋に入っていて、隙間があるところは箱の中に、これはね、ハイライトがこの中に入ってたんですよ。もうね、梱包は本当にすごかった。一個一個入れてました、こういうねスポンジ系のやつに。なんで割れることなく届きました。まあこのコレクションに関してはね、売り切れているので、まあ、再販があるかどうかわからないんですけど、それもあってレビューを迷ってました。でもまあアンケートで撮りました。インスタでね、アンケートを取った時に投票お願いします、やってくださいの結果だったのでやってみようと思います。で、まあアイシャドウ初めてなんですけど、感想プラスマイナスな意見があります。じゃあまずマイナスな方からいきますね。先にまずまあこのパッケージすごく可愛いんですね。すごい可愛いし、鏡もついてるのももちろん、私はアイシャドウパレットにはやっぱ鏡はついてるのは絶対だと思うんですけども、ちょっとねやっぱこのデザインを入れることによってね、小さくなってるから目が悪い私としてはもうすごい近くでやらないと見えない。そうだから、このチュートリアルすごいちょっとやりづらかった。でまずそこはいいとして、じゃあ商品に関してなんですけど、このうちは多少します、多少します。そこがね、唯一私はうーんってちょっと思ったところかなと思います。で、一応もう全色使ったんですけども、粉落ちがちょっとひどい。でも別に他のブランドに比べてすっごいひどいわけでもないので、まあ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 、ファンデーションは後付けの方がいいんじゃないかな、それをおすすめします。はい、でバッテリー切れてしまいました。そしてちょっとガタガタって音すると思うんですけど、これちょっとねレンズの音がしてます。またちょっとねマイクを買おうかなと思ってまして、ここにつけるピンマイク的なちょっと検討してます。申し訳ないです。しばらくはそうなるかと思います。はい、ってことで、レビューの続きをしていきたいと思います。でマイナス点のもう一つ、マイナス点だけどでも改善できることなんですけど、こういったアイシャドウっていうのは、このクリーミー感のあるアイシャドウですねとか、グリッター系のとか、こういうのって普通のこういうブラシでは、つかないです。そして指につけたところで指につくけど、実際目にやるとつきが悪いです、正直。なんでそういう時はこういったシリコンタイプの、ブラシをおすすめします。今回も真ん中にこの紫とゴールドを使っていて、ここの目頭にピンクとこちらを使っているんですけども、これでつけて
います。で、まあ、これに関してはね、これはすごい優秀なんですよ。もう全然ね、こうここにも載せてるんですけど、でハイライトとしても使えるぐらい本当に優秀な色で、クリーミーなんで、ちょっとつけすぎるのには注意した方がいいかなって思うものでした。で、今までのカイリーのパレットを持っていないので、過去のものの過去のものとの、その質とかの比較はできないんですけども、びっくりしました。すごくいい。まあ今ってアイシャドウパレットほとんどね、発色も良ければ、こういうテクスチャーのものってもうそんなに珍しくはないんですけども、これに何を驚いたかっていうと、今ってこういうビビッドなカラーだったりと、こういう濃いカラー、発色のいいカラーっていうのは特殊なピグメントを使ってたりするんですね。で、結構これっていろんなブランドに起きうることなんですけども、まあ、発色良くさせるためにも、もう今はもはやね、アイシャドウパレットっていう、名前を名乗らないぐらい、そういうピグメントを使ってしまうから、アイシャドウパレットのものなのに目元にあまり使わないでねっていうちょっと矛盾してるところがあって、で、大体そういう強めのピグメント、そういう、なんだろうな、そういう成分を使ってるアイシャドウっていうのは、色素沈着を起こすことが多いんですよ。いろんなブランドを使ってそういう経験はあります。で、大体そういう色ってね、蛍光ピンク と、紫が私はなることが多いです。で、何に驚いたかっていうと、今も使ってるんですけど、この中で一番この濃い紫色、この子絶対残るんだろうなと思いました。絶対目に残って色素沈着になって1日ぐらいかかるんだろうなと思っていました。他のブランドはそうなのでね、他のブランドは、まあ、大体私いつも夜にメイクして落とすと、その夜はまだこうピンクのようなまぶたになっていて取れないんですよ。いろんな化粧を落とすものを、いろんなのを使ったことあるんですけど、なかなか落ちなくて、次の日になるともう普通に洗顔すれば取れるんですけどね。そうだけど、1日かかることが多いんですよ。だけどね、これこの方、色素沈着ならなかったんですよ。で、まあもしかしたらそういうの使ってないかもしれないんだけど、でも、まあ、多分使ってるんだろうな。だってアイシャドウパレットって書いてないもんほら、ブレスドパウダーパレット、そうだから、こういう名前つけるんですよ。で、多分ここをね、ちゃんと読むとね、多分そうなってるんだろうね、きっと。そういうの使ってるんだろうな、そんな気がする。やっぱそういうピグメントを使っている、そういう成分を使っているアイシャドウを使うと、アレルギー反応を起こす人もいたりとかするので、ちょっと注意が必要な、ものになります。でも私は特にそういうのもなかったし、もう何よりもね、色素沈着ならなかったの、本当にびっくりしました。第一印象も見てもらうと思うんですけども、とにかくこれもね、予想外の展開本当にいいっていうかね、まあ、チークは私そんなにね、チークってそんなになんか、ブランドによってこれがいいこれが良くないっていうのはあんまりこう印象にないし、なんかそういうのってあんまり評価しようがなくて、あんまりチークはほんとぶっちゃけ何でもいいんですよ、私で、いつも使ってるのもほんと決まっていて、もうそれくらいチーク全然買わないんですけど、でもまあ、C で言えばこのピンクは悪くないかな。私ピンクあまり使わないんで、ムラにもならないし、まあ使いやすい、まあ普通のチークでした。ごめんなさい、なんか別に特にベタ褒めするところはありませんただ色は可愛いし、まあ別に普通のチークでした。で、こちらですよ。こちらの2つ、ブロンザーとハイライトです。びっくりまずブロンザーから話すと、ブロンザー、まあパウダーなんですけど、
ずっとね、タントはフーダのものを使ってました。で、最近買ったキム姉さんのものを使っていて、すごい満足してたんですよ。ブロンザーに関してはもう迷子になってなかったんです。だけどね、これいいのよ。何がいいって、私その、まあ、濃く使うことって普段はないんですけど、でもそのシチュエーションで使えるものが私はやっぱり自分に合っていて、こういうビデオを撮るときはやっぱり濃く使いたいし、でも普段使いでも使いたいってなると、最初から濃くつくものよりも、何回か重ねることによってこう調節できるもの、発色良すぎてもだし、あとは色合い、何よりも、まあ、発色がいいのはもちろんいいことなんだけど、何よりも色合いってすごい迷いますよね、ブロンザーって。で、今回選んだ色は明るめの方のブロンザーの色になるんですけど、欲しかった色がなかったんです。で、じゃあまあこれにしてみようってことでカーキ色にしました。で、私ずっと好きなのはこのエルフのこの色なんですけど、これもそういうテクスチャーのもので、まあ、重ねれば重なるほど濃くなっていい感じに、扱いやすいパウダーになっています。で、それがね、カイリでもそういう感じ、それを感じました。使いやすい、無駄にならないし、色が本当に良かった。濃くすぎない、普段使いにも全然使える。で、ちょっとまつげ取れてきたんでちょっと修正します。OK。 はい。で、そう、ブロンザーもうほんと使いやすい、色が本当に良かった。とにかくいろんな色があるので、まあ自分の肌によってそのブロンザーの色を選んだ方がいいのかなと思います。ブロンザーは必ずしもグレー感のあるものじゃなきゃいけないってこともないし、肌の色によってオレンジ系があったりグレー系があったり、その中華のニュートラル系もあるし、まあもう本当人それぞれの、肌によってカラーの選び方があるので、まあ本当自分のファンデーションのそのアンダートーンを分かっていれば結構選びやすいんじゃないかなと思います。で、本当にね、本当に良かった。私すごい好きだから、もうこれからめちゃくちゃ使おうと思うし、で、今日鼻もやってるんですけど、なんか馴染んでますよね。本当影って感じ、なんだろう、私好き。ここまでベタ褒めすることあんまないんですよ、私。そうそう、これすごい良かったぐらいにしか思わないけど、こんなに好きになるって結構珍しいかもしれない。はい。じゃあ次いきます。ここですよ、ここハイライトですよ。ハイライト大好きなハイライトなんですけども、そう、これめちゃくちゃいい。最近ナブラがすごいハマってて、めちゃめちゃ好きで、そう、ナブラ大好きなんですけども、といい勝負するぐらい好き。見てください、この輝き、素晴らしい、ほんといい。で、他の色も欲しくなっちゃった。カイリのハイライトがこんなにもいいのって私知らなかったです。今まで何してたんだろう私って思いましたね。こういうことがあるから、やっぱいろんなブランド使ってみるもんだなと思いました。はい。で、次いきます。このコレクションですね、小さいサイズの、これは色はね結構オレンジなんです。ビビッド感のあるオレンジというか、そうなんで、まあ、結構苦手な色ではあるんだけど、ルックによってはまあ使えるんじゃないかな。あとはまあ他の色とも、ただすぐマットになるの。カリの、リップはすごい好きなんですけど、結構ねシワに入ったりするので、もし荒れてる場合はもうとんでもないことになるので、ちゃんとケアしてからつけることをおすすめします。で、カイリーのリップライナーは大好きです。クリーミーですっごい描きやすくて硬くならないし、
ただね、ちょっと注意したいのがこの芯。私前に使っていたのはね、なんかいきなり芯ごとガーンって出ちゃって、そう、すごい大変でしたなのでそこだけ気をつけた方がいいのかなと思います。で、サイズ感もね、まあ安いんでね、今回のコレクションってめちゃめちゃ安いんですよ。なんでかっていうと普通サイズよりも小さいからです、単純に。で、このサイズ感いいですよね。使い切れるし、持ち運びにかなり便利だと思いました。で、そんな感じかな。うん、別に嫌いじゃないけど、嫌いじゃないんだけど、3色展開だったかな。もうちょっとなんかバリエーションがあったらよかったかなと思います。あともうちょっとこう、このサイズ感のものをいっぱい出してほしい。うん、全然いいと思う、こういうサイズ感。はい、次いきます。カイリのリップスティックです。初めてです、これも初めてです。リップスティックめちゃくちゃクリーミーでした。クリーミーで、色はもうすごい好きです、この色。なんだろうな、マットじゃないんですけど、そんなにマットじゃないんだけど、でもベタベタしなくていいと思う。持ち幅は別に普通のリップスティックと変わらないですそんな感じかな。以上になります。こんな感じでカイリのね、コスメティック、ほとんど初めてのものばかりで感動しました。なんでまたリピ絶対すると思います。
told me I had to be within the lines of 2 degrees and 9 to 5. And I've been working after work since last September. Working after work, yeah. I stay up late on the weekdays. I never tell when we say. I never wanna look back and wish I could have been. はい、ってことでここまでできたので、でこれはね、アイシャドウは他のルックも作ったりで第一印象のリアクションがちょっとできないんですけど、こっちはねまだ使ったことないので今からそれをしようかなと思います。で今ベーキングもして一旦終わって撮ったところなので、ちょっとまだ白かったりするんですけど、まあ後で調節します。さてで、ブロンザーなんですけど、欲しかった色がなくて、これはカイリー使ってるのかな、カーキっていう色を買いました。でこんな感じでそんなに暗くないんですよ。でこの間キムさんの買って最近ずっと使ってて、この他にフッタールック作ってるんですけど、その時に使ってます。で最近もずっと使ってるんですけど、比較するとこんな感じ。おー、なんかこれの中間、中間ではないか、でもそっか、明るいね、明るい。これ使います、このこんな感じ。うんうん、じゃない、使ってみましょう。これさ、もしかしたら違うかな、エルフに似てるかな、どうだろう。エルフのパレットすごい好きなのがあるんですけど、あ、近い、ちょっと似てる気がするよね。これさ、あんまり暗くないから普段使いにすごい使えそうな気がするし、大丈夫かな、これ映ってるから、この鏡越しはちょうどいい、ちょうどいいと思う、ちょうどいい気がする。でも濃くしたければしたいほどもこう出せばいいんだけど、でもなんか出してもそんな濃くなりすぎてない気がする。いいじゃん、これは初心者の人にはすごいいいかもしれない。そう、今からちょっと鼻も見てみようかなと思う。顔はちょうどいい感じするから、で、こっちも、終わらせて、鼻に移っていこうと思います。で、鼻はね、結構左右されるんですよ、私の顔ではね。オレンジすぎるものを使うとすっごい違和感があるの。すっごい色が浮くんですよ。だから、ちょっとグレーのかかったものを使うとちょうどいい。いい感じで、だからそう、こっちのねこれを使うのが結構最近好きで、ちょっとねこれどうだろう、ちょっとやってみましょう。じゃあ私の大好きなこの LA カラーズのブラシを使っていきます。これはねビューティージョイントで買いました。
はい、でこれがねこのコレクションで出たチークになります。でこの色の展開はこれのみだったので、で私ねこれそうピンクなんですけど、基本的にピンクのチークって使わないんです使わないんですけど、あの多分このルックがね結構こう紫ピンク系が入って、まあ、ピンク系を使ったわけじゃないけど、でも紫ってねピンクに近いので、多分バランスよくいい感じになると思うでブラシはドゥカラーのこのシリーズを使っています。ちょっと大きめのやつ、どうかな、うん、マシマシ、すごい、なんかこれさムラにならない、え、すごい使いやすいと思う。さて私の大好きなハイライトきたーって感じ。そうハイライトね、これハイライトもどの色を買うかすごい迷ったんですけど、とりあえずアイスミーアウトっていうのを買ってみました。これね外でスワッチ撮ったんですけど、多分もう見てくれたんじゃないかなと思うんですけども、もうね綺麗綺麗だし、自分の肌のトーンにすごい合いそうなんですよ。このモーフィンの M504 番でつけようと思います。ういこれねすっごい楽しみだったハイライト、まあ、スウォッチとね実際つけるので違うからね、いきます。わお、いやあ、すごいすごい綺麗、すごいわお、多分私の動画ってあんまりハイライト大好きなんですけど、私あんまりすっごいつけたりしないんですね。だから動画の時ってあんまり私のハイライトってそんなに ここまで目立たないと思うんですよいつも。で照明も直接当ててるわけじゃなくて、今照明って壁に反射させて光を当ててるような感じなので、直に来てないのにこの輝きなんですよ。でリングライトは確かにあるんですけど、ちょっと遠くなのでピンポイントねここに当たってるわけでもなくて、どっちかっていうとこう周りに当たってる感じなので、それでもこれですよ。いやこのブラシとの相性もいいんだろうなきっと。じゃあ残りもつけていきましょう。いやもうすごくない？これ。わお。すごい綺麗。多分今までの動画の中で私一番こうハイライトが目立ってる動画じゃないかな。すっごいいい。やば。はいねこれ。ほら。カイリさんのハイライト、こんなに素晴らしいハイライトとは思わなかった。いや私いつもさファンデーションマットなものを使うじゃないですか。だからマット仕上げってもう本当にマットだから、なんて言うんだろう、まずツヤ感はないよね、出ないよね出ないからハイライト使わないといけないんですよ。でじゃあツヤ感のあるファンデーション使えばいいじゃないって感じなんですけども、結構私ツヤ系のファンデーションってすっごい相性悪いんですよ。でも使ったことないファンデーションもあるから使ってみたいんですけど、そうでセッティングスプレーとかもね使ったことあるんですよ、ツヤ系合わないんですよ。なんでやっぱハイライトでツヤ感出さないといけないんですけど、これですよ、まさにこの肌に憧れてる今。うわーすごい、めっちゃいい。じゃあ唇に行きましょうか。どうしようかな、すごいちっちゃいんだよねすごいかわいい。ただね
このルックにはこれ合わない気がする。合わないね。合わないけどこんな感じね。すいません、これはちょっと合わないので、また違うルックの方がいいかも。茶色系とか、それこそあのオレンジっぽい感じのアイシャドウ使った時にいいかもしれないけど、変えます。リップ待って、つけましてないじゃん。はい、じゃあね、今日はそんな感じで、今回のレビューいかがだったでしょうか。ね、チュートリアル珍しく3つ、ついているんですけども、いかがだったでしょうか。どのルックが好きでしたか。また、何かリクエストがあればぜひぜひコメント欄にお願いします。そんな感じ。またね。